直近まで7連敗中だったうち中日ドラゴンズ、前日横浜相手に3対2の接戦を制し勝ったことによってその連敗は止まった。そしてこれまでの流れを考えたらこっから連勝していくんですよ。そしてその連勝が止まった時また連敗する、その繰り返しできとるからね。だからここまでのこの借金があんね。今日の先発は高橋宏斗、ここまで防御率 2.674 勝4敗を記録していて、この男で今日2連勝を目指し戦っていくことになる。ようやく連敗を止めたのであればこの勝利を続けていくことを大事にしていきましょう。あとね、この高橋宏斗と小笠原、唯一まともな成績を残している先発投手に関してはこれからもっともっと登板機会作っていこうと思う。律儀中6日とかもうそんな起用法いらへんわ。チームの勝利を積み重ねるためにはちょっとでも使いやすくて能力のある選手を多く機会与えた方がいいわけなので、バウアー見たく中3日4日で回していくってもありじゃないですか。将来のこと考えたらあかんけど、1年限りの物語そんな深く考えんでええよね。来年の中日ドラゴンズなんて俺から言わせれば興味はないし、1年限り戦えればそれでいいんですよ。来年のことは来年で知らんがな。とにかく今日の試合はまず勝利を積み重ねることが重要になるんだけど、いきなり打線の援護はないんだね。積み重ねようって俺言っとんの、そんな気持ちで迎えとんの。打線はそうじゃないの、せっかく勝ったんだよ。勢いに乗ってほしいですね得点。まあそれはいずれ入るかな、入んのかな、入らない、入るきっと入ると思うんでね。まあそれを信じた上で高橋宏斗で抑えていきましょう。ここまで防御率は 2.67、 その数字どう、わー、これどうなった、プレイヤーズこだね、怪我はしなかった、よかったじゃないよ。いきなりデッドボールで始まった日ってもう炎上の匂いプンプンギンギンでアンアンで、あの絶対これまずい展開になる、なる。バントは、あ、これは決まらない、セカンドアウト、ファーストもアウトのダブルプレーとはいかなかったですけども、とりあえずこのバント失敗には救われた感じですね。この後3割6分2厘を記録している佐野啓太がいるので、そこは要警戒、力はあるよ、それはこっちもね。正面じゃない、もう簡単に引っ張られる選手やない、いつでも引っ張れる、乳首も引っ張れる、そんな佐野啓太なんだね。じゃあどうしようもないわ。オースティン、これが状態悪いのでここはボーナスゲームじゃない、引っ掛けてゲッツーを誘ったりとか、それが理想。まあそれよりも簡単な三振取るかな、おそらくこのスプリット落とせば当ててきた、あ、理想通りの結果じゃないか、これは。セカンド、はい、アウト取れない、ファーストはアウト。おめえ村松てめえこの野郎、動きがいくらなんでも遅すぎないかな。普通の二塁手平均的な能力を持っていたら絶対ゲッツーになって終わっていたところ、お前のせいで終わらなくて宮崎を迎えて、このバット相手にこのピンチどうやって抑えていけばいいんだろう。いや高橋宏斗を信じてうまくやっていきましょう、その工夫が大事。初球のカーブの反応はなく、もう2球続けてみよう、またカーブ反応はなく、この流れでストレートは絶対差し込めるはず、ほら差し込んだ、よしよし、ファールで最後は落とす、シンプルな組み立てでいい。それで振ってくれる打者は3割1分2厘8本は44打点は記録しねえ、分かってる。もう1球スプリット落とす、それを当ててきて、センター前に持っていかれて、ランナーは全部帰ることはないけど、1点取られて、その1点で負けてきた、たくさんね、これからは知らんけどね、連勝の流れに入っているのであれば、その後すぐひっくり返してくれるのかもしれないですけど、いや、取られたらあかんやん。なんでこうなった、いきなりデッドボール与えるからでしょ、そんなんもう分かりきってることだよ。で、ここでアウト取る、もうその前に打たれとるから意味ないで。早すぎる失点でこれで負けてしまうだなんて悲しいことは言わないでよ。言わないでよ、言わないでよ、早く得点取ってね、守るから、これから先はお願いするよ。連敗を止めた後ってどのチームに関しても、特に中日に関してはさっきから言ってる通り勝つ流れに入るんですよ。その繰り返しなんですよね。勝つ時は勝てんねん、それも試合内容的にもあっさりと、でも負ける時もあっさりしとんねんな。どの道あっさりですよ。こってりなんてこのチームないから、試合の内容も結果もな、その球団そのものもあっさりが好みなのかな、愛知の人たちは。これもバント失敗で OK、 今日はそこに救われてるな。それがなければ初回は多分1点2点3点4点と許していたところ、まだ1点7はそれのおかげだが、これから打たれたら結局許しちゃうことになるけどな。いかんだろ、生かしてたまるかって感じなんだけど、ランナーストップしたよね、したんだけど、また長打で、2アウトランナー2塁3塁のピンチで、ここから失点を与えないように森を抑えて、次佐野啓太なんでね、ここを抑えておかないと終わる、炎上待ったなし。よかったっす、雑なバッティング救われて、高橋宏斗自身が掴んだギリギリのとこね、ビシエドもっと出てこいやっちゅう話なんだけど、もう一人で全部やらんとあかんから、ピッチャーは。すべての責任を果たしていかないと勝てないらしい。もう1点与えてる以上、バントを決め
決めるシチュエーションやってきたノーアウトランナー一塁二塁、ここでバントを決めれば確実に1番のアルモンテが返してくれて、なんなら逆転もあるはず。仕事を果たしていきましょう。責任を果たさないと勝てないっつっただろ。ここでやるのはしっかりとしたバント、それを決まること。失敗などはあってはいけない。相手は失敗してくれてますけど、こちらは違うぞ。いや、後ろに飛ばす競技ならお前世界一だけど、そうじゃないから、前に、ね、こんなボール球は反応しないようにしっかりと前に。はい、選球、バントの構えしてるやつにチェンジアップを投げるっていうのは機械だから、あってしかない。で、1点、2点、3点、4点はなかったですけど、OK、逆転してくれた。やっぱ勝つ流れの中日ドラゴンズ。やれる、ほんと勝つときこんな感じなんだよね。これが143試合できたら強いんだけど、それができないから中日ドラゴンズ。納得しろ、それができていたらなんていう過程は必要のないことで、絶対ありえないことだから、連敗を積み重ねないとこれをできないんでね。それを減る。オーマイガー、また長打、マイニング長打浴びてますけども、あの後の二塁で今の正面だったけどね、横に動いたのが悪かったんだよ。繋がれないように高橋ひろとで、いや、状態の悪さもある、こんなオースティンに打たれ、やばいかも、やばすぎるかも、絶対終わったかも。ここは併殺で打ち取っていってはもう仕方がないって割り切りでいきたいんですけど、その割り切った展開、結果を生み出せることはできるかしら。追い込むことができたね。これで三振とはいかない打者なのは分かりきってるから、狙うな三振を。このカーブは、はい、右に流されて、ランナーは帰って、まだノーアウトでチームが取ってくれた得点を台無しにして、結局先発がやらかして負ける。ここまでのこのシリーズで歩んできた歴史ですよね。今日もそれがあるらしい。バントは、はぁ、満塁で、ノーアウトで。死んでるよね。うん、死んでる。それは確か。うん、次の得点やりたくないから、前進守備で死んでるんですけど。あ、太田大志の雑のバッティングに救われた。一つのアウトをここで取ることができた。このアウトは大きいですよ。一つもアウト取れず満塁のピンチでしたからね。一つ流れは断ち切ったか。しかし1打席目はヒットを許してる。戸柱、相手にも前進守備で、やりたくないんで。で、まあ極力高めということになるわな。高めで合ってんのかな。いや、でも低めだとちょっと嫌な感じがするんで、高めで差し込んでみたいなのが理想。なんだけど、まず低め反応してくれない？高めでアウト奪いたいから。ここでストレート。よし、後ろに飛ばさせて。いや、これはスプリット落とせばいいと思う。反応しない。なんだろうね、低め反応しないで。あるんですよね、時たまそういうデーがね。あ、今日なんだ。あーと、どうしよう。また高めのストレート。インハイ。外れて、ボールで、押し出しで、ここでピッチャーで、同点で。え、やりたくないです。やるわけにはいかないです。だからやらないように、いや、やらないようにってもうやっとるから、散々くれてやっとるからね。これ以上積み重ねんな言うと。いやなんで反応せえへんの。いやピッチャーがそれ当てれんでしょ、そのカウントから。あっ、うわー、これ全部ボール。もう、あ、そういうことね。ああ、そういうこと。ああ、はい、ああ、そういうことなんだ。あ、今日はなんか横浜が勝たなきゃダメな一日なんだね。なんかあるんですね、きっとね。ボールだって、うん、じゃあ仕方がない。で、これを当てられて、落ちる。はい、負けた。終わり。うん、いっぱい伝わったはず。終わりましたね。勝つ流れだと思っていたんで、まあ、勝つ流れでもないかな。ピッチング内容考えたら負けるのが当然ですよ。お前何個ほどデッドボール与えとんねん。要所でな。ほんで何本ちょうど浴びとんねん。こんだけ炎上する理由も名付ける。高橋ヒルトン感謝、これから登板機会与えんで。中4日3日で回すのは小笠原だけでいいです。こんな男を回せない。回したところで旨味もない。勝つ時に勝てなかったらいつ勝てんの？いつ勝てるようになるの？いや、勝てないですね。勝てないチームはいつまでも勝てませんよ。そんな急に魔法がかかったように勝てるわけないですからね。それは魔法がかかる展開もないですし、このチーム魔法をかけてくれる優しい奴はどこにいるんだ。誰もいねえよ、そんなやつ。それいたらただのバカだからね。ああ、もうボコボコやな。何本ヒット浴びとんねんっていうね。こんなピッチングしかできないような若手であれば、その場で首を切り落としてやったっていらないわ、こんなやつ。すぐに首。はい、止まんない。嫉妬を投げて、すべてを台無しにして、負けて終わるんだね、きっとね。もうピッチャー変えていいんですけどね。うん、まあ、うん。でも行こうか、とりあえず。責任を果たすためにもね。まだ4回ですしね。先発がこんなイニングで降りるってどうなのって話。今日2安打打たれてる。宮崎に対して固め打ちも発動してますから、前の打席以上に打たれやすくて、だから打たれた。それだけの話。驚きは特にないよね。ボコボコですね。止まらないね。
これが横浜打線の怖さというか、うちにない魅力というかね、一度着火するともうどうしようもなくなりますから、投げる球うんぬん関係なくボコボコにされるんでね。まだ止まらないというのであれば、まあそれはお前たちの意思で、それに応えていきますよ、こちらもね。この打球は正面ついてゲッツーで終われるか、早い動きが何もかもが鈍い、取ってか、回るまで投げるまで全部が遅い。動いてる時間がなんか違うような気がする、流れてる時間がね。相手が普通でこっちがスローなんだよ、やたらとな。意味不明ですけど。まあそういうことですよ。しまいには飛ばしらん長打というわけではなかったですけども、試合を完全にぶち壊して負ける流れを作ってしまって負けますね。あ、まだ打席立つんだ。うん、責任を持って5回も投げろとのことですね。スタミナ切れ間近なんですけど。まあ、勝てるゲーム展開を落とした、流れを崩したのは完全に高橋宏斗ですから、その責任を果たせ、懲罰的なことでしょうね。立浪から言わせれば。取るんだ、それ。落ちててくれてたらよかったんだけど、それ取れるんだね。うん、どうだ、得点は入りましたね、入りましたね、入りましたね。あは、同点に追いつきましたね。え、試合は振り出しに戻りましたね。はい、勝つ中日ドラゴンズ。こういうことをやってくれるんですよね、勝てる時の中日って。同点にした試合を振り出しにした、その流れで高橋と、スタミナゲレー間近ですけど、まだ行く。いや、もうピッチャー相手に投げて、ど真ん中失投で、アウト奪って、ここで交代。うん、30名、40名入るところ、40名ですね、入るところ、スタミナ切れてる高城と行く理由ないですよね。試合を振り出しにしたのであれば、チームの勝利を目指すためにも、ここでピッチャーを変えて、とりあえず清水を出して、さあ次の得点を取るのはどちらになるのか。相手ではなかったですね。こっちであってほしいという願いは叶えてくれず、6回与えんない、与えることなく7回の攻撃で、ビシエドのホームランで、ナイス。さあ、こっから清水は変える。ここで森ですね。そして相変わらず、ネオアキラをね、セットアッパーで起用してます。前日まではノリノリだったんですけど、試合終わりノリノリじゃなくなったネオを8回任せるっていうのは少々不安ですよ。1点を争うゲーム展開で。いや、でもネオでいいんですよ、そこは。その前に森がいますから、まずは森くんで抑えてもらって。ナイス。その中、高橋周平のホームランまで生まれちゃって、もうほんとちょっと言わして、これが勝つ時の中日ドラゴンズ。こんなん普段できへんでしょ。やってたらここまで負けてないけど、勝つ時にこうやってしてくれるんですよ。不思議なことね。待て待て、これ守備固め送っておいた方がいいんじゃない？アベガレフトンついてるのはちょっとおかしなことやな。もうセカンド守ってもらいましょう。で、レフトには誰入れようかな。加藤翔平入れて、ライトにはアルモンテ。もうこれ1点争うゲーム展開ですけど、これを守るからこそこうやって守備固めを送るんですよ。ブラウンも変えたいところは、高橋周平も変わってんのか。守備固めでそのまま入っててもよかったんだけど、まあとりあえずこれでいいか。さあ、ネオアキラが8回のマウンド上がるところ、2点差を守って勝てるか？勝てるよな。抑えてくれましたね。ノリノリじゃなくなったネオアキラも、ほんと爆発的な炎上が1試合あっただけで、それ以外完璧に抑えてますからね。全然使えるやん、ネオくんね。あ、また入る、また入る。はい、また入ったー。で、最後を締めるのはライマルで、ゲームセットで終わるよね。終わりましたとさ、先発で何もできなかったゲーム終わってみたら10対7。これは完全勝ちゲームの流れから先発が炎上し、はい、負けゲーム、負けゲーム、負けゲームと何度もつぶやいたよね。あなた方に伝えたよね。でも終わってみたらこういうことをしてくれるのが中日ドラゴンズの一つの魅力でもある。普段全く得点取らないくせにこうやって取って勝つんだよね。なんかわかんない。それをね、言語化することはできないし、科学的な根拠的に生み出すこともできない。言えない、何も。でもなんかオカルト地味でこういうことをやってくれるっていうのは結果として伝わったよね、間違いなく。これからもね、たびたびあると思いますよ。え、ここからこんな風に、って的な展開が。この横浜戦1戦目負けて、その時点で7連敗だったところ2戦目、そして今回の3戦目と劇的な勝利を飾ることができたので2連勝。7連敗の後の2連勝、完全勝つ流れ、空気に入りましたし、そういう内容なゲーム展開だったでしょ。これからもおそらくそうなっていくはず。いろいろと期待できちゃうというか、もう勝ってる時に勝たないとね。そこで貯金を作ることが重要なので、これから始まるのは読売ジャイアンツ3連戦ではなくて2連戦、こちらの本拠地で行われる戦いで、次回こちらの模様をお届けしていきます。で、間に移動日を先ほど挟んだことによって、小笠原の体力はまあ使えなくもない状況になってますよね。やっぱりさっきから言ってる通り、小笠原数字を残してる投手に関しては、多く機会を、登板機会を与えていかないとチームの貯金っていうのも生まれてこないわけですから、状態も悪いしスタミナも万全ではないけど、次戦の巨人戦はこいつを先発で起用して戦っていきます。勝ってチームの3連勝また4連勝連勝を伸ばしていけるのか、それとも巨人に翼もがれてまた負ける流れになっちゃうのか、どうなのか、やってみないとわからないけども、俺は勝つ気満々。その模様に興味があれば見てよ。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。